ワールドオールスタージョッキーズ、ワスジ、で活躍した女性騎手ベスト3。1、23年レイチェル・キング。2位、主戦場とするオーストラリアから、23年ワスジに初出場。第1戦で勝利を挙げると、第2戦でも9番人気場を2着に導くなど活躍が光った。1位の岩田蒙来騎手、56P、とわずか1ポイント差の2位、55P、だった。 ちなみに、3位も1ポイント差で竹豊騎手、54P。2、19年ミカエル・ミシェル、3位対、フランスから初来日。第3戦を3番人気スワーブ・アラミスで勝利し、JRA 初勝利を挙げた。他のレースでもポイントを稼ぎ、合計 53P で3位対。愛らしいルックスと、日本に恋をしました、というコメントでも話題を呼んだ。今年、 三度目の JRA 騎士免許試験に挑戦する予定となっている。三、23年マリー・ベロン。四位、フランス人女性騎士として初のフランス G1 制覇の実績を持っており、23年和筋で日本初騎乗。第三戦を2番人気ナチュラルハイで勝ち、JRA 初勝利を挙げた。合、OK、計ポイントは 44P で4位だった。今年の和筋は今週土日、24、 25日に札幌競馬場で開催。女性騎手はフランスからデルフィンヌ・サンチアゴ騎手が参戦する。